新型コロナウイルスにかからないようにいつも気をつけてるよ。早く思いっきり遊んだりお出かけできるようになるといいな。島次郎くん、こんにちは。医師の奥村です。こんにちは。さっき思いっきり遊んだりお出かけしたいって言ってたよね。うん、でもコロナウイルスが怖いから今は気をつけないと。そうだね。でもずっとやりたいことを我慢するのも良くないんだよ。ルールをしっかりと守れば遊んだりお出かけしたりできるようになるよ。え、本当？それじゃあ約束してほしいことを先生と一緒に確認してみよう。はーい。お出かけする前のお約束。お出かけ前の約束は3つ。熱を測る、マスクをする、手を拭くものを用意することだよ。熱は測ったかな？はい、測りました。マスクはちゃんとつけているかな？はい、つけました。手を洗った時に拭くものはちゃんと持ってる？はい、持ってます。じゃあ大丈夫だね。お出かけした時のお約束。島次郎くん、お出かけ先に着くまでに気をつけることはわかるかな？マスクをずっとつけておくんだよね。それだけじゃないんだよ。手で顔を触らないように気をつけてね。手についたウイルスが鼻や口から体の中に入ってしまうからね。はーい。お出かけ先でのお約束着いた。島次郎くん、ちょっと待って。お出かけ先に着いたらまず手を洗おう。消毒液があるところでは消毒もして、もちろんここでもマスクはつけたままだよ。はーい。石鹸で手をよく洗って、水で洗い流してタオルで拭くよ。消毒スリスリスリ。これで手はきれいになったね。うん、できた。早く始まらないかな。島次郎くん、中に入ったら大きな声を出したり歩き回ったりしないこと、あとは決められたルールを守って楽しんでね。楽しめたかな、うん、じゃあ最後の約束、お家に帰ってきたら手を洗ってうがいをする。そう、約束だよ。うん。今の時期、外出が不安な方も多くいらっしゃると思います。しかし、ポイントを押さえた行動で感染リスクは軽減できます。一つ目のポイントは、田舎、感染予防を心がけて行動することです。もう一つは、感染対策が行き届いた場所を選ぶようにしましょう。例えば、入場制限で密を避けたり、定期的な消毒を行っている施設も多いです。映画館や飛行機など、十分な換気がなされている施設も多くあります。適度にレジャーも楽しんで、心身ともに健康を保ちましょう。私たちのクリニックでは、新型コロナウイルスに関する最新の情報や対策をアップデートしています。こうした情報もぜひご活用ください。